車のスペアタイヤの交換ですけど、普段から覚えておくと便利です。それタイヤは、このトランクの中かリアの荷室に入ってます。一緒に工具も入ってます。スペアタイヤとジャッキー。あとナットを緩めるためのレンチと、あと適当な石を2個用意してください。これは歯止めとして使います。説明書は読んどいて、ギアロックかけて、サイドブレーキ2段引き確認して、ドアはすべて閉めてください。それ歯止めを空いてるタイヤにかけます。それまず設置した状態で、ナットを少しだけ緩めます。少しだけですね。すべて4つとも緩めてください。それジャッキアップします。それ慎重にジャッキアップしてください。不安定でしたら、やり直してください。タイヤが完全に浮き上がるまでジャッキアップします。それナットを完全に外します。これ対角線上に外すと安定してますね。それナットを4本とも取ります。それタイヤを外します。この時重いですので注意してください。意外に重たいです。それ転がすように移動してください。それスペアタイヤをはめます。それ対角線上にナットを締めて、それ工具を使って軽く締めてください。最後あと半回転ぐらいの感じになるように締めてください。しっかり締めます。半回転ぐらい残すような感じで締めます。まだ本締めはしちゃいけないですね。それジャッキを下ろします。それタイヤを設置させます。それこの状態で最後本締めします。しっかり締めてください。タイヤが地面に設置してますので安定して締められます。締め終わったら歯止めの石ころを外してください。それタイヤと工具はトランクの中に戻しておいてください。これで終了です。スペアタイヤなんですけど、修理工場に入るまでの間のタイヤとして使ってください。常用はダメです。